うわー、やばいな。なんで絶対屋根を貫通んじゃん。とんでもないの出てきたよ。どうするどうする、お兄ちゃんどうする。ちょっと待って、やばいな、これ。装備変更させた方がいい。絶対に装備変更させた方がいい。何使う何使う。いやー、ちょっと待って、強いの全部使ってんだよな。装填スイッチ。あー、グレラン使うか、したら。こういう時のグレランでしょう。体勢変えるわ。ちゃんと戦いやすい状態にしとく。で、こいつがめっちゃ速い。攻撃のモーションが、ここだ。よし。ここ一旦倒れたね。で、起き上がったところを、ここ。よし。あ、一発は動くたびに。ほら、全然死なないんだけど。全然死なない。ちょっとマインスロアだ、マインスロア。こういう時のマインスロアだろ。立ち上がって、よし、爆発しろ。よーし、で起き上がったところ、え、爆発しろ。よし、倒した。長い戦いだったぜ。ただわかる、ショットガンでは絶対に倒せなかった相手だ、あるっぽい。いやー、疲れたな。今のボス戦でしょ。ボス戦に該当するよね。ここは開くんだ、ここ開くんだ。どっちだ。いや、絶対先に墓場行った方がいいよね。墓場行きます。中に何かが入ってる。あ、生贄のオブジェ。これね、宝物かな。いや、これ売れるといいな。高い額で売れるといいっすね。お？あ、なんか安全券みたいに来たぞ。これベッドで仮眠できるでしょ。仮眠できないんかい。ちょっと行くか、じゃあ出る。内鍵。あ、内鍵ってことは、そっか、さっきのここに出るってことなんだ。なるほどね。伸びた、元気すぎるだろ。こんなに、はつらつと動いて、ほんと元気だな、お前は。元気があり余ってるな。ここでしょ？あ、ここに生贄のオブジェか。これ宝物じゃねえか。あ、セーブしとけよかった。あ、よかった。セーブあった。よし、ここでセーブして。やったー、ここちょっとむずかった、マジで。はい、ということで、本日録画2本目ですね。はい、やっていきまーす。はい。はぁ、でも前回のステージがね、チェーンソーいっぱいに、なんか寄生体とかいっぱい、ワンサかワンサか言ってちょっときつかったステージだったんで、ちょっと楽なステージになるといいなっていう、個人的感想ありますね。あ、救急スプレーある。ありがとう。でもなんか終盤に来てるは来てるっぽいんだよな、なんか。何これ、何なんですかこれ。仕掛けですか。女神の石像が固定はされていないようだ。はい、とりあえず降りてみるか。あ、なるほど。まあ罠あるところは踏まない方がいいよな。とりあえずレバーあるものは動かす、それが基本。何も起こらないってことは、なんか動かすのか。あ、動かせる、これ。あ、わかった。これ動かして、外に出すんだ。違う？外に出して、もう一回レバー動かすと動くんじゃない？これエレベーターっぽいもんな、なんか。だよね、そうだよね。そういうことか。はいはいはい、なるほどね。で、ここに乗ると。で、この女神像も、しっかりと固定。あ、これはしっかりと固定されてんだ。あー、わかった。まあ、とりあえず反対方向行こうか。ここを通れるようになっ、え？通れなくなってる。通れなくなってるよ。あ、ちょっと待って。これさ、やべ、ちょっとショットガン使っちゃったんだけど、これ撃てるな。ショットガン。ちょっとごめん、装備変更させて、こういう時のためのハンドガンバニッシャーですから。これ破壊できるか、もしかして。あー、できるよね、やっぱり。ってことはあれも破壊するのか。でもう一回レバー上げたりする、もしかして。これ動かすとどうなる。あ、なるほど、そういうことか。ここで通れるようになるのか。待ってね。あれ？あの石像どこ行った？ん？あ、でもここ取れるようになってんな。あ、ってこ
この上に上がるんだ。なるほどなるほど。あ、レバーあるね。レバー動かして、で、さっきのトゲトゲのところ取れるようになんだ。なるほどね。いや、ちょっと普通にわからなかった。いや、マジでさ、ここ通れなくてさ、絶対なんかあるだろうと思って探してたんだけど、マジでなくてさ。こういう仕掛けだったのね。ちゃんとショットガンに戻しときましょう。まったくめんどいことしやがってよ。そういうのいいから。お、まただよ。お前らさ、もうやめてよそういうの。ちょっと待って、どうするどうする。いける。あぶねえ。なめんじゃねえぞ人類の力を。いや、のび太の力をだ。人類をのび太と一緒にしちゃかなわんだろ。よし、セバル、ありがとう。あー、でもセーバールってことはそろそろあれか。ぽいね。サドラー様、お話というのは。サラザール、アンブレラの研究棟を完全に制圧した。おお、ご苦労様です。それでだ、これを機に拠点をこの島に移そうと思う。は？城にあった研究設備、資料、装置など全て制圧した島に移送中だ。もうお前の城は拠点として必要なくなった。あ、切られたな、サドラーに、太郎。と言いますと？太郎はまだ子供っぽいからな。お前はもう用済みだ。のびのび太は確かに手ごわい相手だが、それでもお前は時間をかけすぎた。サドラー様、せめて城もろとも奴と差し違えろ。ではさらばだ。サドラー、ちょっと。それは太郎に酷じゃないか？来ちゃったし。やい、戻ってきたぞ、さあかんねしろ。そんなことを知らずに来ちゃったな、のび太。ふん、やっと来ましたか。よくたどり着きましたね、のび太くん。それ、どういうさ、心境でその言葉にしてんの、もう。切られるって分かってんのに。セナさん、どこだ？彼女は聖なる洗礼を受けて我らの仲間となるのです。この偉大なる塔の上でね。寝返ってもいいんだぜ、こっちに、太郎。何が聖なる洗礼だ？お前たちがやってることは。テロ、テロそのものじゃないか。テロ、テロ出てこなかったんだ。習いたての言葉で出てくれて、習いたての言葉でくくれて安心しましたか、のび太くん。君には別の試練を用意しました。ギャッ！お、のび太！人が話してる最中に、お、ちょ、え？痛い痛い！僕ら血が出てる！ごめん、今普通に X 押せなかったわ。やってくれたな、この、ふんめがね野郎！上等だ、僕を倒せるものなら倒してみろ！どうせお前はこの上にはたどり着けない。ガナーと共に八つ裂きにされて死ね、死んでしまえ。すごい精神安定してない、もう。待て、サラザール、クソ。ごめん、さっきの食らっちゃったわ多分。あ、でもチャプタークリアした。よし、どうだ宝箱。88、どっかにあったな。分かんなかったな。デカレードキャストル。そろそろ最終決戦来そうなんだけど、最終決戦って言って全然最終決戦にたどり着けないんですけど。サドラ様、研究設備、資料などサラザール上にあった教団の所有物のうち、指示のあったものは全てこの島に移設しました。は、緑川セナですか。そうですね、そろそろ儀式が終わった頃ではないでしょうか。儀式ってなんだ。戻ってる時間はない、急がなければ。時間制限ある、もしかして。起動しない、なぬ、起動しないだろ。え、戻んの、じゃあ一回。え、戻ってる暇ないよ。あ、ここ通れるか。なるほど。待って、あ、こっちにあるね。あ、ここにセーブ所ある。ここで一応セーブしておきましょう。念にはね、もうね、入れとかないと。ここ通れるね、まあ、とりあえずね、来たゾンビはいっそ、うえぇ、はぁ、初見殺しにも程があるだろ。いけないよね。え、どうやって行くのこれ。無理なんだけど。あ、ここ、あ、なるほどね、ここで戻るんだ。いや、来たな、ちょっと来たな、お前ら、ちょっと痛えよバカ、おい痛えよバカ。やっべ、体力がすごいことになってる。体力回復回復、はあ、やばいなこれ。キックスプレー5個あるから、でも使っちゃいましょう。万全の状態で戦ってこう。ここはもういける。あ、いるな。このガスマスクは初めてだな、ちょっと。普通にまともにやり合うの。よし、でも、普通に倒したぞ。マシンガンの弾。マシンガン使えるからね、意外と。
トラブル。そうだね、先に進む前にこっちから見てこう。こっち多分行き止まりっぽいから、よし、炸裂手榴弾で、ここのレバーは絶対必要。何のレバーか知らんけど、とりあえず取っとく。反対側にマインストラン弾あったな。あー、多分このレバーで、うわ、また来たな。いらっしゃい、はい、いらっしゃい、ほい。こいつはナイフでやれる。いや、いける。おーし、諦めなければ願いは叶う。よし、こっち行こう。よし、救急スプレーあるね、ありがとう。で、こっちマインスト、あー、で、これで全部取ったね。とりあえずここにあるやつは全部取れたはず。で、また初見殺し的ななんかあるでしょう。手榴弾、いやー、ほらね、あると思いました。なんだよね、ここ入ろっか、先に。おー、なんかあんじゃん、マグナムの弾。あ、ここでセーブできんのか。電源が落ちてる、マジか。よし、完全に避けた。これでいいな。で、安全にいけるかな。いけるよな。ゾンビいないことを祈る、祈る。よーし、また救急スプレーある。結構ここ救急スプレーを必要と、これ絶対来るな、絶対来ると思ってた。いやー、思ってたのに。来た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 、いける。よーし、ナイス。おい、来ると思ったぜ、来ると思ったぜ。おいおい、ほら、よし、ラブリ殺し作戦大成功だ。ゴリ押しで通じるからな、まだまだいける。あー、ここでそれがなるのね。オッケーオッケー、じゃあ戻ればいいのか。出たよこいつ、出たよ出たよ。こいつはちょっとね、本気出さないとダメなので、マインストラーだな。やべ、待て、あぶねー。あ、バカバカ、はぁ、伸びー。よし、はい、来てもどんどんやってきます、僕は誓います。来た、また来る、また来る。オッケーオッケー、見たい。あ、バカ、うい、はい、ダブルキル、あぶねー。やっぱパイソン強え。ちょっと合弾しちゃったけど、もう一体ぐらい来るでしょう、多分。あ、来ない、ありがたい、来ないのありがたいよ。普通にスムーズに行きたいから、平和にスムーズに行きたいからさ。いやー、わけないっしょ、そんなの。わかるわけないっしょ。よし、いけ、ナイス。うわ、来ちゃった来ちゃった。でもこいつらはショットガンでやろうと思ったけど、手榴弾でもいいか。手榴弾にしよう、手榴弾。いけ、おーし、ナイス、決めたぜ決めたぜ。俺の力見たか、母ちゃん。セーブ場まではちょっとマグナムにしとこう、一応何が起こるかわかんないからね。よし、ここでオッケー。これ、セーブ使えるでしょ。あー、大変だった。これでひとまず安心だわ。マジで強かった、ここ。なんなの、あいつら。はい、ちょっと確認します。わかり。なにこれ。大きなボタンがある。これでリフトを動かしても、パッパッと動かして。あー、もう絶対出てくるわ、これ。出てくるな、普通のゾンビでありますように。普通のゾンビだったら俺やれるから。ああ、うん、いいよいいよ、お前らの方がまだマシだわ。よし、でな、ちょっとなんだよ、ほら、でナイフで確実にやる。おい、あ、ちょっと早いな、くんのちょっと早いな。待って待って、ほら、よし、一体やって、もう一体はここ。ちょっとたま、いや、もうちょっと待てよお前バカ、なえな、体力ねえし、もう、いや、もっとギリギリだ、俺はもっとギリギリを攻めたい。いや、もうパイソンで一発で仕留めるわこいつは。いや、ちょっと離してよ、いっ、あー、どっち早えな。でも攻撃のモーションが止まった瞬間だ、もうここしかない。よし、どうだ、まだ来るか、まだ来たらちょっとさすがにだな。みんな見にしとこう。やばい、終わったかも、終わったかも、待って、終わったかも、それは、はあ、まずい。
後にこいつら残しとくのは悪魔でしょ。悪魔の所業すぎる。待て待て、落ち着け。よし、一体あった。もう一回やれ。よし、はあはあ、おい、マジだよ。マジかよお前、マジで言ってる。おいおい、ここキチキすぎるだろ、キチク。待て待て、マシンガンだ。今こそマシンガンを解き放つ。落ち着け。動きは遅いからこいつ。あー、バカ。一発でも食らっちゃダメだ。救急スプレーも使おう。動きを機敏にさせて。バカ。いや、こいつは捕まったら終わりなので確実に行く。ここ、よし。いや、まだ死んでない。まだ死んでないのは分かっているので、いや、まあ、今こそ手榴弾だ。やべ、ダメだ、手榴弾当たんねえ。来るか、来い、来るなら来い。ほら、ダメだ、失敗した。バカ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 、俺のバカ。どうすりゃいい。何、あと何ある。マインスロアじゃダメだ。ウィンダム、ウィンダム、もはや俺にはもうウィンダムしか残っていないというのか。あー、バカ。くそ、伸びた伸びた。動け動け動け、一発ずつ一発ずつ確実に当てろ。よし、倒した。これで終われ、これで終わらなきゃ。着いたか、やっと着いたのか。もうやめてくれ、せめてセーブ上あってくれ。もうダメだ、俺の心が持たない。ちょっと待って、リフトもう一個あんだけど、これ嘘だよな。嘘って言ってくれよ。嘘用のリフトだよなこれ。おい、マジかよ、まだあんのかよ。この狭い空間でやり合ったら俺無理だぞ。あ、ムービー、何、太郎イコールサラザール、お前に今与えられた使命を答えるのだ。私の使命は教団の理想のため、そしてサドラー様のためにその身を滅ぼしてでも邪魔者を排除すること。そうだ、その通りだ。誰こいつ。そして太郎、お前信仰しすぎだ。しかし今の私はそれを成し遂げる力を持っていない。え、サラザール持ってないの。サドラー様の使いよ、どうか私に力を、あの小僧を打倒するだけの力をお授けください。なんてこと。グッ、この二人のやりとり不毛だな。知らない奴と、もう、悪い奴が話、これは最後の慈悲だ。必ず奴を倒せ。こいつが黒幕だったりする？これは？何もらったんだよ、太郎！必ずだ。え？何？太郎とそろそろやり合うってことか、じゃあ。太郎、戦うのか？戦うよな。さすがに戦うよな。ああ！おい、神よ！ちょっとセーブしよう。先にセーブして。おう、神よ。あなたを待っていました。それ、なんでも、なんかアイテムゲットしたっけ？あ、スピネル3個ある。ありがとう。これ、これ全部交換します。スピネル交換して、あーちょっと仮面の宝石とかも、あーでも結構俺ゲットしてるな。知らんうちにゲットしてたか。傷薬はありがたい、本当に。今回復薬をねほぼ使ってしまった状態だからちょうどいいかも。いや、あそこのな、マジで至高のロットは、あ、来た、武器でしょ。ハンドガンかい。ハンドガン嬉しくねえんだよ。おー、あー、もうダメだ、ちょっと持ってないっすね。アイテム何や。1万円か。1万円で。マシンガン買うか。俺マシンガン今何個持ってんだろう。いや、マシンガン結構使えるから、100発ぐらい買っていいんじゃない。マシンガンすぐなくなるんだけどね。いや、いけるいける。で、ショットガンは結構あるので、これで一回戦ってみようかな。え、だってそろそろでしょ。スピネル。基本はショットガンで倒してって。で、本当に。うわ、暗いな。
先ほどの執事の男だ。腹部をナイフで切り裂いて死んでいる。執事って誰ですか？何の話してんの？ほっそ。なんだよ。うわあ！何？参ったな。これじゃ引き返せないよ。嘘だろ。引き返す必要などありません。ん？その声はサラザルだな。太郎か。どこだ、出てこい。そしてセナさんを返してもらうぞ。ああ、彼女ですか。儀式ならとうの昔に終わりましたよ。今は別の島に搬送中です。やったな。どんだけセナさんと会わせないつもりだ。なんだって？クックック、たかが子供風情がここまで我々の邪魔をするとは。邪魔に値します。なんでカタカナ語尾いいでしょ。ん？君の頑張りに敬意を表し、私も全力でかからせていただきます。なんでちょくちょくカタカナなの？ん？何？何これ？